デイビス家の息子たち、またはルウェリン・デイビス家の息子たちは、アーサー・ルウェリン・デイビスとシルビア・ルウェリン・デイビスの息子たち。一家は普段はデイビスを名乗り、公的な場ではルウェリン・デイビスを名乗っていた。シルビアは、フランス生まれの漫画家及び、作家のジョージ・デュ・モーリアの娘で、俳優のジェラルド・デュ・モーリエの姉である。ジェラルドの娘で作家のダフニ・デュ・モーリエにとって、 デイビス家の息子たちはいとこに当たる。ジェームス・マシュー・バリーはデイビス家の息子たちからピーター・パンの着想を得て登場人物には彼らの名前を付けられたものもある。デイビス不妻没後、バリーはデイビス家の息子たちの後見人となり、その後デイビス家の息子たちはバリーの執筆活動に関わっていった。年長のジョージ、ジャック、ピーターは第一次世界大戦に出兵した。 ジョージは戦死、マイケルは歴史で20代前半で亡くなり、ピーターは63歳で自殺した。デイビス家の息子たちの幼少期は、ザ・ロスト・ボーイズ・ネバーランドで描かれている。デイビス家の息子たち、デイビス家の息子たちの母シルビア、ザ・ボーイ・キャスタウェイズより、7歳のジャック・ロンドンのパディントン、およびノッティングヒルで、デイビス家の息子たちは生まれ育った。両親は、法廷弁護士で、 使用人のいる中流階級の家庭で暮らしていた。1897年、ジョージ、ジャック、赤ん坊であったピーターが、ナニーのメアリー・ホグソンと共にケンジントン・ガーデンズに出かけた際、脚本家で小説家のジェームス・マシュー・バリーと出会い友人となった。当初、バリーは飼い犬ポーサスと踊ったり、耳や眉を動かすなどをどけて、少年たちを楽しませていたが、 物語を話して聞かせるようになり、少年たちはバリーを慕うようになった。会う機会も増え、ジムおじさんと呼ぶようになった。ケンジントンガーデンズやデイビス邸で会うのみならず、バリーは別荘のブラックレイクコテージにデイビス一家を招待し、バリーが創作したある島での冒険や海賊たちの戦いを描いた戯曲ザ・ボーイ・キャスタ・ウェイズをジョージ・ジャック、 ピーターが演じて写真絵本を制作した。バリーは少年たちから小さな白い鳥に初登場したピーターパン。1904年の戯曲、ピーターパンあるいは大人になりたがらない少年及び不及の名作となった1911年の小説、ピーターパンとウェンディに登場するロストボーイズ及びウェンディの弟の創作に大いに着想を得た。バリーの儀曲、 ピーターパンあるいは大人になりたがらない少年が初演された1904年、デイビス家はロンドンからハートフォードシャーヌ・バーカムステッドにあるエリザベス徴用式のイーガートンハウスに転居した。ナニーのメアリー・ホグソン後見人となったジェームス・マシュー・バリー1907年、イーガートンにて、父アーサーが唾液船肉手で亡くなり、 母シルビアは息子たちを連れて、ロンドンに戻ったが、1910年、肺がんで亡くなった。夫妻の病気の進行に伴い、バリーは、経済的支援を含み、一家とより関わるようになっていった。シルビアが亡くなると、バリーは、シルビアの母エマ・デュ・モーリエ、シルビアの兄ガイ・デュ・モーリエ、アーザーの兄弟コンプトン・ルウェリン・デイビスと共に、少年たちの完在人及び保護者となった。 メアリー・ホグソンは何を続けたが、バリーとの夫はジャックの妻との対立が深まり、少年たちが10代、20代となったのを機に辞職した。小説家及び脚本家として成功していたバリーは裕福だったため少年たちが独立するまで住居、教育、経済的支援を施した。第一次世界大戦に突入し、すでにイギリス海軍に入隊していたジャック、 イギリス陸軍に志願したジョージとピーターは出兵した。1915年、ジョージは戦地で亡くなった。1921年、マイケルはオックスフォード大学で親友と共に溺死した。1960年、ピーターはいくつになっても本物のピーターパンと呼ばれることに迫役し、個人的トラブルも相まって自殺した。少年たちのバリーとの関係性は多様であった。 ジョージとマイケルはバリーととても親しく、二人の死はバリーに大きく影響した。ジャックは父アーサーが病気になると父親の座をバリーが奪ったように感じて若干の敵意を持った。ピーターはどちらの感情も持ち合わせていたが、ニコはバリーを慕っていた。現代においてバリーと少年たちとの性的関係が疑われることがあるが証拠もないばかりか。 当時疑われたこともなかった。父アーサーがバリーと少年たちとの関係でトラブルになったことはあるが、それは父親として息子たちとの関係を邪魔されたと感じたことであり、性的なことではなかった。ニコは成人後、バリーによる不適切な行為や意図は全くなかったと語った。1978年、アンドリュー・バーキンによる電気において、ニコはジムおじさんが 男性、女性、子供、誰に対しても不適切な行為があったとは全く考えられない。彼は純牧で、だからこそピーターパンが書けたと語った。1976年10代の頃、マイケルと親友であったバイセクシャルの保守党議員ロバート・ブースビーは、インタビューにおいてマイケルとバリーの関係は不健全だったと語ったが、性的な意味合いに関しては否定した。 1978年、BBC はミニシリーズ、ザ・ロスト・ボーイズを制作し、英国映画テレビ芸術アカデミー賞、王立テレビ協会賞を受賞した。アンドリュー・バーキンが脚本を担当し、イアン・ホルムがバリー役、アンベルがシルビア役、ティム・ピー・ゴット・スミスがアーサー役を演じた。デイビス家とバリーの関係について、出会いから、 マイケルの歴史まで史実に基づき脚色され、制作された。少年たちは年齢によって様々な俳優が演じた。バーキンは同様の内容で、電気、J.M. バリーザ・ロスト・ボーイズを執筆した。2004年11月、バリーと少年たちとの関わりについてのセミフィクション映画、ネバーランドが公開された。ジョニー・デップがバリー役、ケイト・ウィンスレットがシルビア役を演じた。 出会いから演劇初演までを短くまとめており、父アーサーはすでに亡くなり、ニコは実際はこの間に生まれているが、最後に幼児として登場するのみであった。少年たちには、ニック・ラウドが、ジョージ役、ジョー・プロスペロが、ジャック役、フレディ・ハイモアが、ピーター役、ルーク・スピルが、マイケル役を演じた。2012年、舞台化され、ミュージカル、ファインディング・ネバーランドが上演された。 ありがとうございます。